はい、皆さんこんにちは、写真家の高田です。今日は三脚の選び方についてお話したいなと思います。風景写真を撮ろうと思ったら三脚って必須なんですよ。で、最初のうちはいいんですよ。カメラ触れるようになりました、写真撮れるようになりました、楽しいな、もうちょっと、いい風景写真撮りたいなって思ったら三脚が必須になる。で、今ってシャッタースピード1秒2秒とかでも手ぶれしませんっていうカメラが出てきてるんですけど、それとこれとは話が別。こっちのその、シャッタースピードの件はね、技術革新としては素晴らしいですけど、だからといって風景写真に三脚がいりませんよねっていうことにはならないんですよ。だからこれはもう普遍です。三脚が必要、風景写真に三脚が必要、これは普遍というふうに、ご理解いただいて、ですから今日の動画ってね、かなり重要になるんじゃないかなというふうに思ってます。かなりね、長くなると思いますけど、ぜひお付き合いください。で、もうちょっと前段を続けると、僕の生徒さんから一番多い質問、かつ僕が参ったなっていう、参っちゃうなっていう質問がありまして、それが、先生なんかいい三脚ないですかね、おすすめないですかみたいな、そんな質問なんですけど、お伝えしたいんですよ、これいいよ、これいいっすよ、みたいなことでお伝えしたいんですけど、なかなかそうはいかなくて、で、なんでかっていうと、今ご覧の通り、そこそこメーカーの種類が豊富なんですよ。で、メーカーごとに種類があるんですよ。で、これめっちゃ大事なんですけど、皆さん、お一人お一人に合った三脚ってのがあるんですね。で、誰かがこれいいからって言って、それが皆さんに当てはまるってわけじゃないんですよ。これはもう今日の動画、聞いていただいたらわかりますけど、例えば、まあ、ご予算はもちろんですけど、男性なのか女性なのか、身長はどれくらいなのか、あと体力ね、どれくらい、まあ、筋肉あるのかとか、物を持ち運べるのかとか、山登るんですかとか、車持ってるんですかとか、ね、どんな移動方法でどうやって使いますみたいな、そこまで聞いてお伺いして、もちろん機材とレンズもですよ。聞いた上で、そういうパーソナルな情報があって、初めて、じゃあ、あなたこれですよねみたいな形になるので、ちょっと難しいです。なので、まあ、おそらく多分20分超えます。下手したら30分くらいいくんじゃないかなっていうような長編にはなるんですけど、今日の動画見ていただきましたら、三脚の選び方がわかるので、それを全部自分に一個一個当てはめていって、じゃあこれだよねっていう風に、なっていただけるような内容になりますので、前段かなり長くなりましたが、今日も最後までお付き合いください。はい。ということでね、早速というか本題に行きたいんですけど、注意点を2つそうですね、お伝えしたくて、で、その、まず、この動画を見て、役に立ったなって思う方は、一眼レフとかミラーレスとか、要は、レンズつけますよ。レンズ変えれますよってやつね。取り外しできますよっていうカメラを使っていて、風景写真を撮りたいなっていう人向けです。なので、例えば、赤道儀を使って星空撮りたいですとか、野鳥を撮りたいですとか、まあそういった話になってくると、ちょっとこの三脚では物足りなかったりとか、雲台を特殊なものに変えないといけないとか、まあそんなね、ちょっと込み入った話になってくるんで、そういった方には物足りないですけど、まあ、風景写真家がお届けする三脚の選び方なんで、そこだけね、あらかじめご留意くださいということでございます。はい。では、ここから本題です。で、この後、今から三脚の選び方を先に、お伝えします。がっつりいきます。で、それが終わったら、おすすめのメーカーをご説明して、さらっとね。で、最後に僕からアドバイスみたいな感じでやっていくので、早速ね、三脚の選び方をやりますね。では、こちら、ずらり見てください。三脚を選ぶコツ、ポイントというのは9個もあります。で、9個もあるんですけど、実際は最初の3つだけ。これだけ押さえていただいたら、あとは、まあ、その3つに、比例したりとかね、比例というか、まあ、伴ったりとか、選択が、まあ、これかこれかみたいな、まあ、これかこれかこれだよね、みたいな、パパパって選べちゃうので、まあ、最初の3つを特に、聞いていただきたいなと思います。はい。で、まず1つ目、耐荷重です。ね。耐荷重、漢字は書いてる通りですね。で、これが、もう三脚選びで一番大事なんですね。で、なんで大事かというと、三脚なんで使うかって、もちろん表現の幅を広げるっていうのもあるんですけど、ブレをなくしたいんですよ。三脚の目的ってね。ブレないように風景写真撮りたいっていうのがあるので、この耐荷重が重要。で、耐荷重何かっていうと、三脚の重さではなくて、どれくらいの重さに耐えれるかっていうような指標を表すものです。
なので、結論からお伝えするとね、皆さんがカメラボディ持ってますよね。ボディとレンズがあって、それを足した重さ、かけ2倍。これが答えです。で、もっと言うと、かける3がいいし、ミニマムを言うと、最低プラス1キロですね。皆さんのお持ちの機材プラス1キロは欲しいなっていうところです。で、なんかもう計算がめんどくさいなって思う方いっぱいいると思うんですけど、今の現代のカメラって、大概2キロ前後です。カメラとレンズ合わせてね。例えば、これ R4 ですけど、ソニーの、7-3 ね、α7-3 と、70-200 の GM、望遠レンズ。で、この2つを合わせたら、でっかいレンズね、合わせたら、だいたい 2.1 なんですよ。だから、富士フィルムさんとか、オリンパスさん使ってる方はもっと、軽いし、7C とか使ってる方も軽いし。でも、一眼レフ使ってらっしゃる方はもうちょっと重くなるよね、っていうところで、ご自身の、重さを計算していただきたい。で、ただカメラ始めたての方ってボディと標準レンズしか持ってませんという方多いと思うので、そういう方はそれで計算せずに今お持ちのボディと、望遠レンズ買う手で買うならこれかなみたいなのを、ちょっと調べてみてその重さとボディを足してでそれで計算してください。で、もうちょっと話進めるとね、大体2キロなわけですよ。で、2キロベースで物事ね、お話し進めていくと、かけ2だから、耐荷重は4キロが目安です。一つの目安ですね。4キロ欲しいよね。耐荷重4キロもないかなっていうふうに調べてください。真っ先にそれを調べてください。ね。で、それでいいんですよ。カメラ屋さん行きます。ヨドバシカメラとか行きます。ね、三脚立ってます。これカードがあって、耐荷重4キロって書いてるんですけど、ここちょっと落とし穴で、確たる情報ではないです。ただ、僕が、信頼している三脚のスペシャリストの方がいらっしゃって、その方曰く、国産メーカー、例えばここにベルボンっていうのがあって、スリックっていうのがあるんですけど、今事業譲渡とかって正式名称でなかったりするんですが、この2つの国産メーカーっていうのは、その表記通り、耐荷重4キロって書いてたら4キロで合ってるんですけど、例えば、ジッツォだとか、マンフロットみたいに、海外製品っていうのは割るにしないといけない。だから4キロの耐荷重が欲しければ8って書いてるのが望ましいらしいんですよ。ただ、そうやって嘘つかないと思うんで、ただね、誤差があると思うんですね。多分正確に4キロなんだけど、ちょっと足りないのかなっていうところなんで、そういった意味でも、ちょっと怖いなって人は耐荷重6とか、6キロとか8キロとか選んでいただくとね、いいんじゃないかなと思います。はい、まず項目1の耐荷重は、4キロか6キロを選んでくださいということでしたね。では続いて、高さです。高さって書いてますけど高さと低さが重要で、まず低さからいくとね、こうやって三脚って、こういう風にあるわけですけど、これをセンターポールって言います。これで、これ取れるんですよ。で、取って足全部ガッて開いたらベタ付けできるんですね。で、これが取らないものがある。で、最初からそもそもついてない三脚とついてる三脚があるんですけど、ついてる三脚についてはこのセンターポールが外せるかっていうのを必ず確認してください。で、なんで必要かっていうと、僕撮らないですけどマクロ撮影とかってね、結構ベタ付けしますし、マクロしなくても例えば星とか撮りたいってなって下から煽りたいね。で、煽りたいというか、その上向いて撮りたいみたいなね、下から撮りたいってのがあるんですよ。で、その時にこれがあるとあーってなるので、これ外せるよっていうこと。で、もう一つは高さです。で、これがちょっと座ったままだと解説が難しいので、別途動画を撮りました。なのでね、ちょっとこちらをご覧ください。はい、始めます。で、さっきお伝えしたこれジッツォってやつですね。僕がよく使うやつですけど、ここにカメラが欲しいんですよ。で、僕が、180ぐらいあるんですけど、僕の身長までカメラが来てほしい。ね、こうやって動かしてみたいなこと。で、ここからが重要で、ここね、今触ってるさっきのセンターポール、上伸ばせるんですけど、最初はこの位置なんですよ。で、この位置にカメラあると、撮りづらいってことになるんですね。はい。なんかね、遊んでますけど。はい。なので、伸ばして目線ではなくて、正面向かって右ですね。足を全部伸ばして、センターポールなしで自分の目線に来たいな。っていうのが、正解になります。なので、高さってめっちゃ重要なんですよ。で、今、ね、足触ってますけど、ここだけ触って全部伸ばして、
自分の目線まで来たいよねっていうことですね。はい、だから大事だよって言ってますね。はい、まあそんなところで、動画はおしまい。はい、お疲れ様でした。で、まあその、まあご理解いただけたと思いますけど、でこの三脚の高さは、まあご覧の通りで、まあその、元々の大きさにも比例してくるんで、ちょっと難しいところではあるんですけど、まあ女性の方とか特にね、あまり考えなくてよかったりするんですけど、まあ、自分の身長に合った、三脚をね、選んでいただきたいなと思ってます。はい。で、次です。雲台。で、耐荷重と高さとささっと来たんですけど、雲台だけ、なんかパートを2つに分けたくて、まず、このなんか形のところと、このアルカスイスってちょっとややこしいのが出てくるんで、これちょっと後にしますね。で、雲台の解説始めますね。で、まず、雲台っていうのは、この3ウェイ雲台というのと、これね、こんな感じです。で、3ウェイ雲台というのと自由雲台というものがありまして、はい。自由雲台っていうのはこんな感じです。ちょっと僕使わないので全部売ってしまって、申し訳ない。ものをお見せしたかったんですけど、ボール型になってて、上もグリグリでも自由に動かせるんですよ。で自由に、構図を調整できる。で、一方で、この3ウェイ雲台っていうのは、こっちは高さ、縦、上下。で、ここは横？なんかよくわかんないな。まあ、とにかく、厳密に、構図決められると。で、僕の、まあ、動画とかね、皆さん見ていただいてる方ご存知だと思いますけど、僕バチバチに構図決めるんで、こっちじゃないとやりづらい。全部 3way です。だから、皆さんがね、使いやすい方を選んでください。で、ただ、その、今は自由雲台が主流で、3way がどんどん減っちゃってるんですよ。で、実でもこれってかなり、貴重なやつだし、まあ、これもちょっとまあ、改造じゃないですけど、他のメーカーさんのを、まあ、持ってきたりとかしてるので、部分的にね。なので、まあ、ちょっとね、自由台の方が選びやすいかもしれないですね、今は。ただ、まあ、昔と違って、自由台も、昔はもう、めちゃくちゃその扱い難しかったんですけど、今、ここは止めて、こっちは売るみたいな、まあ、こっちも進化してるわけですよ。なので、まあ、要は、どっちか選んでくださいというようなことで、高田は 3way 使ってますよと、そんなお話でございました。で、雲台の話のパート2です。で、ここで重要になってくるのが、まずですね、クイックシューっていうのがあって、普通の三脚っていうのは、ここでね、外してこういうのが取れるんですよ。こういうやつね。で、まあ、取れないタイプもあるんですけど、要はこのネジがあって、このネジをカメラの下側にネジがあるんで、ここにつけて、くるくる回してガチャってつける。それだけでよかったりするんですけど、これの弊害っていうのがあって、こうやって横位置でカメラを置く分にはいいんですけど、縦撮りたいなと思ったらこうするわけですね。で、標準レンズとかつけてると、ぐるってそのお辞儀ってのしちゃったりする。お辞儀って言うんですけど、お辞儀ね。で、そうするとブレるんですよ。ですから、それを防ぐという、目的を持って、まあ、開発されたのが、まあ、他にも理由はあるんですけど、アルカスイス互換というやつですね。で、もともとアルカスイス社っていうのを作ってて、まあ他も真似したんですけど、なかなかうまいこといかないから、もうアルカスイス社使っちゃえ、みたいな。まあそれでアルカスイス互換と言われてるんですけど、さっきのこのクイックシュータイプは何も必要ない。もうカメラ買ったらそのままつけれるんですけど、アルカスイス使いたいなって時は、この L 字プレートというものが必要になります。通称 L プレート言われるやつですね。これを、4文字というか時短でやらないですけど、こうやってカメラつけて、で、こうやって、最初からアルカスイス互換ですよっていうタイプもあれば、さっきみたいにね、最初はクイックシューなんだけど、その上に、もうこれも、そんな高くないんですけど、まあ、こうやってもうこういう部品をつけて、これ、ここにつけちゃって、で、これ上にいますよね。この三脚の上にいるのを、はい、これで OK みたいな。で、くるくる回して、こうやって、ここカメラがあるとしたら、こうなんですよ。こうやって撮れるんですよ。で、縦撮りたいなと思ったら、今度、こうすればいいんですよ。わかります？めっちゃ便利なんですよ。だから、まあ、ただ、エルプレって、まあ、5000円超えたりするので、ものによってはね。ちょっとね、いろいろと。あと、そう。注意点として、この L 字プレートは、メーカーごとじゃないんですよ。機種ごとで、例えばソニーも、アルファ7R4 と 7-3 はこの規格が違うので併用できないとか。だからそのボディのために L プレ買わないとみたいなことにもなるので、ちょっとそこはね、ご注意いただくということで、まあ、要は、雲台のとこまとめるとね、
スリーウェイか14台か選んでくださいね。で、アルカスイス互換かどうかも選んでくださいね。で、もうめんどくさい人はこっちでいいけども、その弊害として、お辞儀が起こりますよ。で、まあ正直僕的にはもうアルカスイスもどんどん主流になってるので、ベルプレ買ってね、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。まあその分出費は増えます。はい、ということで、すいません長くなりましたが、ここまでが 1,2,3 です。で、耐荷重、見極めて、高さしっかり見極めて、で、運台選べば、ここからご説明する残りの6つに関してはさらっといけますので、では、さらっといってみましょう。じゃあ次、4番ですね、素材についてなんですけど、素材はアルミかカーボンです。こっちがカーボン、こっちがアルミ。ちょっとわかると思いますけど、僕のリアクションでね、アルミは重たいんですよ。で、重いんですけど、安いんです。カーボンは軽いんですよ。軽いけど高いんです。で、まあどっちを選ぶかは皆さん次第ですけど、まあ2倍とかで済むかなみたいな感じですね。もうカーボンは基本まあ2万は絶対超えますね。3万とかいくかなぐらいで。ただ女性は結構ね、アルミ持って動くのはしんどいんじゃないかなっていうのが僕の、初見ですね。で、僕もハワイ行った時に、まあ、火山取ってマグマ取ってきたんですけど、これ持って当時行ってたんですよ。で、片道3時間とかで、もちろんバッグとかにめっちゃカメラついてて、食料持ってて、あぁ、しんどいみたいなの着いたらね、もう、あぁ、なんだったっけみたいな。で、あぁ、そうだ、マグマ取りに来たぐらいな感じなんで、ちょっとね、アルミはね、重たいかなと、思います。はい。次、脚径です。足の太さです。足は太い方が安定します。ただ、そんなにこだわらなくてよくて、まあ一応ここに表、3つ書いてますけど、まあ目安として見ていただいて、まあ、要は、その耐荷重と高さをある程度もう選ぶと、伴ってくるんですよ。で、まあ厳密に言うと、ここも選べたりするんですね。まあこういう実装とかになってくる、両方とかってなると、選べるんですけど、まあそこはね、そんな気にしなくていいと思います。ただ一応、確認だけしておいてください。はい。で、次、段数。段数です。段数ってこのね、段数ね。これ、3つですね。で、これ、2つですね。はい。というふうに、段数というのは、数字が少ない方が安定します。で、段数が5とかなると、バババってまとめれるんですよ。ちっちゃくなるんですよ。ただ、安定性に欠ける。だから、まあ、おすすめは3かなんです。で、こっち2でこっち3ですけど、アルミなので、結局、まあ、実装の方が優れてる。まあ、こっちの方が、まあ、最強みたいな感じですね。だから、まあ、段数というのを気にしてください。あと、まあ、そうですね。まあ、そこは大丈夫ですね。はい。次は、ロック方式。で、ナットとレバーっていうのがあるんですけど、これが、ナット方式です。見えるかな？見えますよね。ここ回して、回して、これで OK。で、まあそのものによってはちょっと安っぽいの買っちゃうと、こうした時にギューってなんか入り込んじゃったりするんですけど、まあね、僕はね、こっちが使いやすいかなですね。で、これがナットね。で、もう一つ、がレバーです。よいしょ。こっちね、外して、出して、入れる。これだけ。だからこっちの方が正確に止められるんですけども、これね、まあ、僕はですけど、使ってると、ネジの部分、ちょっと部品が多いんですよ。だから、なんかね、修理出すの大変だな、みたいな。なので、あとまあ、正直こっちの方が使いやすいです。僕はね。だからこれも皆さんの、好みで、どっちが使いやすいかな、で決めてみてください。はい。で、次。開脚。なんですけど、まあ、まあ、これはね、そうそうないと思いますけど、1万円以下切ってくると、まあ、こういう三脚があったとしたら、ここになんか棒みたいなのついてますよ、みたいな。で、外れません、みたいなのがあるんですけど、これは、不要です。ね、今日、見ていただいている方は、もうこういう棒がついているものは、もう、選択肢から排除してください。ね、これは、使いづらいです。まあ、一応理由と、まあ、ベタ付けできないし、ついてるってことは安定してないってことなんで、なしですね。で、最後、収納についてですね。で、ちょっとこちらも、視覚的にご理解していただきたいと思いますので、動画をご用意しました。どうぞ。再び。はい。ついでに、ことのついでに収納の、方法までね、こうやってご指導していくので、まあ、こんな感じで、ね、そこを持って、こうやっていくつやっていくと、ヒュッヒュッヒュッみたいな感じでね、閉じれるんで、皆さんもぜひ参考にされてください。
で、雲台の話なんですけど、自由雲台とスリーウェイ雲台があるという話さっきしましたが、これスリーウェイなんですが、こうやってね閉じれましたね、よしよしみたいなねやってますけど、ややこしいタイプのスリーウェイ雲台というのがあって、それがこっちなんですよ。でまず、センターポールされます。で今なんかスリーウェイが突き出ててなんか収納できそうにないの分かりますよね。でこれは厄介だなと。自由雲台だったらシュッていくけど、スリーウェイだったらこれ収納めんどくさいんじゃない、カバン入らないんじゃないですかって思う方もいらっしゃると思うんですが、それを今からね僕が実演しますので、硬そうにしている理由は、水流とかで使っているからですね。はい、比べて高さが違うので、まあ持ち運びもなかなか辛いよとね、ここ動くよみたいなことを言ってますね。はい、で、スリーウェイの収納方法ですけど、まあ、ここ回します。で回して回して、こうやってねちゃんと抜けるまで回して、こうやって落として、ここまでがセットですね。皆さん気をつけてください。で、もう片方の方に付けれたりするんですよ。で、まあいろいろ種類あるので、ね、必ずこうやって突き出したままじゃなくて、まあちょっと今時短でさらっとやってますけど、もっと綺麗にサッと塊ができるんで、このようにして収納しますよと。で、まあ小さいものに関してはそもそも折りたたむ必要がないということで、こうやってね、めっちゃ軽いし、こうやって、胸に入れちゃって、電車乗ります、みたいなね。はい。はい、ということで、ちょっとね悪ノリが過ぎましたけど、ここにあるものっていうのは、まあ、要はそのまま持たないといけないんですよ。でこれ袋に入れてとかねやらないといけないから結構大きいんですけど、一方でこういう折りたたみ式があるね、こうやって開けます、開けるんです、めっちゃ便利でしょ。でこれは、ベルボンの、まあ、ウルトレックってやつなんですけど、マンフロットからビーフリーとかいうものがあったりとか、まあ、他のメーカーさんもあるんですけど、まあ、トラベラー三脚みたいなね言われてたりするんで、あの収納とか、ちょっとコンパクトにしたいなっていう方はこっちがいいんですけど、まあ、その分強度は弱くなる、当然彼らには勝てないので、まあ、そこはご自身の機材とか、まあ、体力とか、相談してみてくださいということでございます。はい、ということで長々、お話しましたが、これが、三脚選びのポイントとなるわけですね。ちょっと休憩入れましょうか。はい、休憩おしまいということで早速ね、続きを始めますが、ここからは、メーカー選びですね。おすすめのメーカーになるんですけど、まあ、一応このラインナップで言うとジッツォがあってベルボンがあって、マンフロット、ベルボン、スリックっていうような流れになります。で、簡単な順というか分かりやすくお伝えすると、このジッツォっていうのは最強の三脚です。でフランス生まれでね、まあ、今イタリアで作られてるんですけど、もう、他は及びません。ただ、高いです。これで20万いかないぐらいですね。だからご予算ある方はもちろんジッツォね使ってるとかっこいいなみたいな感じですけど、まああのいるかいらないか論で言うと難しいなっていうところになってきます。まあ、ただメイドインイタリーはやっぱかっこいいですね。はい、で次、一つ飛ばしてこちらも、メイドインイタリーマンフロットです。でこれはねやっぱねかっこいいんですよ、おしゃれで。まあ今ちょっと最新のものはどうかわかりませんけど、さっきお伝えしたビーフリーっていうものが、まあ、結構ね、売れ筋だったりとか、まあ、これね、ちょっと古いタイプなんですけど、まあね、こんなね、遊びができたりもするんですよ。とか、いつ使うのみたいなね、まあまあ結構使えるんですけど、まあそんな感じで、まあまあ遊びが効いていたりとか、この赤と黒を基調とした、デザインというのね、結構僕好きですね。はい。で、次ですね、ベルボン。で、これは、ずっと、まあ、スリックさんの方が長いんですけど、国産として、僕がずっと信頼していて、まあ、YouTube とかでもよく見ますよね。で、あと、水回りとかももう彼にかなり活躍してもらってて、まあ、基本実なんですけど、なので、まあ、国産という意味では、まあ、ベルボンが一番いいんじゃないかな、ということと、あとは、その、修理関係ですね。で、やっぱり、部品が少ない、イタリアっていうのがあって、3ヶ月待ちとか結構ザラにあるんですけど、やっぱね、白馬さんが今事業所と、白馬さんに事業所としたんですけど、まあ、そこの、ちょうどその変換器に、修理出しても全然ささっと返ってきたと
みたいなこともあるので、まあ、そこは安心ですね。はい。だから、まあ、ちょっとこっち置いといて、ジットなのか、ワンフロットなのか、ベルボンなのか、もう一つは、新興勢力として、レオフォトさん、レオフォトですね。というメーカーが今、かなり、幅利かしています。で、プロでももうレオフォトっていう人も結構増えてて、で、まあ、中国製なんですよ。ただ、メイドインチャイナっていうのは、まあ、一昔前はね、ああ、メイドインチャイナかっていうことだったんですけど、もう今はもう磨かれて、ものすごく、いいものらしいんですよ。で、僕は使ってないので、おすすめはしないですけど、ただ、他の皆さんの感じだと、かなりいいみたいです。で、まあ、型番とかあるんですけど、まあ、パッと見ですけど、まあ、かなり実を意識してんだなっていう、その型で、なんか3号なんとかみたいないっぱいあるんですけど、そこのところも、まあ、いいとこを吸収して、まあ、お客さんのことを考えて作ってるみたいなのを、ちょっと、まあ、そういうふうに感じるので、4択。まあ、実は高いとして、ベルボン、国産のベルボンか、イタリア製のワンフロットか、中国製のレオフォとか、っていうような、流れになるかな、というふうに思います。はい。では、メーカー選びはここでおしまい。それで最後ですね、アドバイスです。で、まず、1万円以内の三脚はやめてください。どうせ、買い直すことになります。っていうのは、風ぶれだとか、あと地面がちょっと揺れたりとか、まあ心もとないわけですよ。で、カメラが、倒れる倒れないとか、それはもう話にならなくて、ブレ。いい写真撮りたいなとか、画素数が上がれば上がるほど、いい機材になればなるほど、ブレっていうのに敏感にならないといけないんで、まあ基礎となる三脚というのはしっかりしたものを選びたい。で、それはもう1万円以下では、絶対ないので、まあ安くでも 1.5 万円から2万円。欲を言えば3万円か、まあ3万円強。のものが欲しいですね。でも三脚は、今日言ったか分かんないですけど、一生ものなんですよ。僕特にもうこの子なんて、もう一生使える、ちゃんとメンテナンスすればね。なので、いくつも買うっていうのもいいんですけど、まあ僕は用途に合わせて持ってるので、それはそれでいいんですけど、ケチって、変なもの買うぐらいだったら、今日の動画参考にしていただいて、まあしっかりしたものを買っていただきたい。あと、Amazon とか、そういうネットショップで買うのも、あんまり僕お勧めしてなくて、実際カメラ屋さん行った方がいいです。で、立ててみて、なんか違うなっていうのもあるんですよ。で、これもね、実はもう、マウンテニアとか、システマとかもいっぱいあるんですけど、実際見て、なんかダサいなって思ったりするんですよ。とか、触ってみて、なんかちょっと違うなみたいなのあるし、実際カメラ構えて、まあ、よく言えばリリースとかね、つけてみて、よし、しよう、これで。撮れるかなみたいなまで想像して、まあ、自分の相棒なのでね、そんな感じでね、決めていただくといいんじゃないですかね。あとは、ごめんなさい、追加で言うと、耐荷重ね、真っ先に耐荷重見てください。で、耐荷重はちなみに、足の耐荷重と運転の耐荷重があるんで、ちょっとそこだけ補足でお伝えしておきます。で、まあ、ただ、基本的には同じものなんですけど、足めっちゃ耐荷重、キロ数高いのに、運台はちょっと心もとないですとかだともったいないことになるし、頭でっかしても良くないんで、まあ運台ってね、変えれるので、まあそこだけ、チェックしていただいて、まずは耐荷重、そして、1万円切らないようにと、いうようなアドバイスでございました。はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。30分超えたかなぐらいですね、体感ね。ちょっと僕もわからないですけど、風景写真楽しみたいなと思ったら、本当に三脚って必要になりますし、できることが倍とかなのかな、もうわかんないですけど、もう世界が本当に広がるので、ぜひね、いい三脚に巡り合っていただきたいなと思います。そして、この後ね、僕がバイバイと言った後、今日のまとめをさってやって、その後アドバイスもさって、まあ乗るようにするので、まあその資料を持ってね、ちょっと店員さんのとこ行ってね、どうすかみたいな。これとこれとあれと、みたいな。その悩む時間もね、楽しんでいただきたい。で、そして、ああ、やったっていうことで大切に扱ってください。はい。ということで皆さん、今日も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良い一日をお過ごしください。バイバイ。